国内外を魅了するナンバーアンダーライン愛、ロックインジャパンフェスティバル2024で披露する新たな音楽の魅力に迫る。ナンバーアンダーライン愛の魅力が前回の40分間ステージの見どころとは、ナンバーアンダーライン愛の登場はまさに音楽シーンにおける新たな風であり、その存在感は日増しに強まっています。彼らが登場した背景には、国内外の音楽シーンでの挑戦と成長が深く刻まれており、 その一つの転機となったのが、今年のコーチャイラバレーミュージックアーツフェスティバル2024への出演です。この世界的な音楽フェスティバルへの参加は、彼らのキャリアにおける大きなステップであり、国内外における知名度の向上につながりました。特に注目すべきは、彼らが日本を拠点に活動しつつも、世界のステージでその才能を披露する機会を得たことです。 コーチェラでのパフォーマンスは限られた時間内でのものであり、観客の多くは彼らの存在を初めて知った人々ばかりでした。それにもかかわらず、彼らは圧倒的なステージパフォーマンスを見せ、アメリカの iTunes チャートにランクインするなど、確実にその存在感を示しました。ここでの成功は、彼らにとって大きな自信となり、次なる挑戦へとつながっていくことになったのです。そして今、彼らは、 ロックインジャパンフェスティバル2024やサマーソニック2024といった国内の音楽フェスティバルに出演する準備を進めています。これらのフェスティバルは国内外から多くのアーティストが集い幅広いジャンルの音楽が楽しめる場として知られています。そのためナンバーアンダーラインにとってはこれまで接点のなかった新たな観客層に自分たちの音楽を届ける絶好の機会となります。特に 彼らの音楽に初めて触れる人々に対して、どのようにその魅力を伝えていくかが鍵となるでしょう。これらのフェスティバルでのパフォーマンスは、コーチェラでの経験を生かしつつ、より長い時間をかけて彼らの楽曲を披露することができます。コーチェラでは10分程度のパフォーマンス時間しか与えられませんでしたが、ロックインジャパンフェスティバルやサマーソニックでは40分ほどのステージ時間が予定されており、 彼らの音楽性をより深く表現することが可能です。この時間の延長は、彼らにとって大きなチャレンジであると同時に、自らの可能性を広げる絶好のチャンスとなります。さらに、彼らは最近出演した20、2024FNS 歌謡祭夏や、音楽の日2024といった音楽特番でも多くの視聴者を引きつけ、その魅力を存分に発揮しました。これにより、 テレビを通じて彼らの音楽に触れた人々が、フェスティバルでの性パフォーマンスを求める動機となり、さらなるファン層の拡大が期待されます。新たなファンとの出会いは、彼らにとっても、またその音楽を初めて体験する観客にとっても特別な瞬間となるでしょう。音楽フェスティバルへの参加は、単にパフォーマンスを行う場であるだけでなく、アーティスト自身が成長し、新たな課題に直面する場でもあります。特に、 ナンバーアンダーラインアイにとって今回のフェスティバル出演は、自分たちの音楽がどのように受け入れられるのかを知る貴重な機会となるでしょう。彼らは、結成からまだ1年も経たない若いグループですが、その短期間においても多くの挑戦を積み重ねてきました。彼らの音楽への取り組みは、ただ楽曲を作り上げるだけでなく、その背後にあるクリエイティブなプロセスにも深く関与しています。デビュー曲、ゴートは、 彼らのこれまでのイメージを覆すような斬新なラップで構成されており、彼らの音楽に対する深い探求心が感じられる作品です。また、ミニアルバム「ノーオー・リング」に収録されている「ボンでは、ヒップホップを基調としながらも和のサウンドを取り入れた異色の楽曲であり、セクションごとに異なる雰囲気を醸し出すなど、彼らの音楽に対する多様なアプローチが垣間見えます。彼らの楽曲制作の過程においては、 メンバー自身が積極的にアイデアを出し、楽曲やミュージックビデオ、さらには CD のブックレットやグッズのデザインに至るまで、自らの手でクリエイティブなプロセスを進めています。このように、彼らは単にアーティストとして活動するだけでなく、その活動のすべてにおいて主体的に関与し、責任を持って取り組んでいるのです。この姿勢は、彼らが音楽シーンにおいて長く愛される存在となるために必要不可欠な要素であり、 同時にに彼ら自身のの成長ももつながるものです音楽フェスティバルという場は、彼らにとって新たなチャレンジであり、同時に自らの音楽をさらに深く掘り下げる機会でもあります。しかし、こうした挑戦の連続に不安や恐怖はつきものです。初めての経験に対しては、誰しもが不安を抱えるものですが、ナンバーアライン愛のメンバーはそのような感情を乗り越え、常に前向きに取り組んでいます。 彼らが持つ何事もやってみなければわからないという姿勢はまさに彼らの成長を促す原動力となっています。一度挑戦してみることで周囲からのフィードバックを得たり自分自身の新たな一面に気づいたりすることで次のステップが見えてくるのです。彼らがコーチェラでの出演を通じて得た経験はまさにその一例です。初めての海外フェスティバルでのパフォーマンスに挑むという状況下で 彼らは見事にその役割を果たし、その結果として世界中の音楽ファンにその存在を知らしめることができました。この成功体験は、彼らにとって大きな自信となり、さらに次の挑戦へとつながっていくことでしょう。今後の彼らの活動においては、国内外を問わず、さらに多くのステージでその才能を発揮することが期待されます。特に、国内の音楽フェスティバルへの出演は、 彼らにとって大きな意味を持つものであり、ここでのパフォーマンスが今後の活動にどう影響を与えるかが注目されます。彼らの音楽はジャンルの枠を超えて多くの人々に響く力を持っており、そのポテンシャルは無限大です。彼らの挑戦はまだ始まったばかりであり、これからどのような道を歩んでいくのかは誰にも予測できません。しかし、彼らがこれまで見せてきた姿勢や、その音楽に対する情熱を見る限り、 彼らは自らの手で未来を切り開いていく力を持っていると言えるでしょう。ロックインジャパンフェスティバルやサマーソニックへの出演も、その未来を切り開くための一歩となるはずです。彼らの未来がどのように展開していくのか、具体的な予測は困難ですが、現在の音楽業界における彼らのポテンシャルと成長の速度を考慮すると、期待は膨らむばかりです。音楽業界は非常に競争が激しく、 常に新しい才能が求められています。その中で、ナンバーアンダーライン愛は独自の存在感を放っており、その理由は彼らの音楽的な探求心と革新性にあります。彼らが作り上げる楽曲は、常に新しい風を吹き込むものであり、既存の枠にとらわれないアプローチが特徴です。例えば、彼らの次のアルバムがどのようなコンセプトで作られるのか。 ファンや音楽評論家の間でさまざまな憶測が飛び交っています。これまでの彼らの作品を見る限り、自作も予想を裏切るような驚きと新しさを持ったものになることは間違いありません。もしかすると、彼らはこれまで以上に実験的な要素を取り入れ、ジャンルを超えた融合を試みるかもしれません。また、これまで取り上げてこなかったテーマに挑戦し、新しい物語を音楽として表現する可能性もあります。 特に注目されるのは、彼らが次にどのようなコラボレーションを実現するかです。これまで、国内外のさまざまなアーティストと共演してきた彼らは、その度に新しい刺激を受け、それを自分たちの音楽に反映させてきました。次に彼らが選ぶパートナーは誰なのか、その選択は彼らの音楽の新たな方向性を示すものとなるでしょう。彼らがどのように他のアーティストと互いの強みを生かし、 新しい音楽を作り上げるのか、そのプロセス自体が一つの注目ポイントとなります。また、彼らの音楽がどのように進化していくのかを考えると、技術的な進歩が与える影響も無視できません。デジタル音楽の進化、特に AI やデジタルアートとの融合が進む中で、彼らがこれらの技術をどのように取り入れていくのかは、非常に興味深いテーマです。AI が生成する音楽や映像、 さらには VR や AR といった新しいメディアが、彼らのクリエイティブな表現手段としてどのように活用されるか、それが次世代の音楽体験にどのような影響を与えるのかも、今後の注目すべきポイントとなるでしょう。彼らの挑戦は、音楽の枠を超えて、視覚的なアートや映像作品にも広がっていく可能性があります。彼らが自身の楽曲のミュージックビデオやアルバムジャケット、さらにはコンサートの演出に至るまで、 すべてを自分たちでプロデュースしていることは、彼らのクリエイティブな自由さと自主性を示す証しです。次の作品がどのような形で世に出るのか、それが単なる音楽作品にとどまらず、複合的なアートとしての完成度を追求したものになる可能性も考えられます。彼らの音楽活動が進化する中で、ファンとの関係性もより深まっていくことでしょう。現代の音楽シーンでは、アーティストとファンの距離がますます近くなっており、 SNS やオンラインプラットフォームを通じた双方向のコミュニケーションが当たり前となっています。ナンバーアンダーラインアイもその例外ではなく、ファンからのフィードバックを受け入れ、それをもとにして新しいアイデアを生み出すことが彼らの強みとなっています。彼らは常にファンとの対話を重視しており、その関係性が次の作品にどのような影響を与えるのかも、非常に興味深いテーマです。これから彼らがどのようなステージで、 どのような音楽を届けていくのか、その歩みを追い続けることは、多くの音楽ファンにとっても楽しみなことです。彼らの音楽がどのように進化し、どのような新しい挑戦を見せてくれるのか、それは彼ら自身の成長とともに進んでいくものであり、同時に私たちリスナーもその成長の一部を共有することができるのです。最後に、このようなナンバーアンダーライン愛の挑戦の旅路を見守る中で、 私たちちは一つの問いを持ち続けるることになるでしょう彼らが次にどのような挑戦を見せてくれるのか、そしてその挑戦がどのように彼らの音楽を進化させていくのか。その答えは、彼らがこれから切り開いていく未来の中にあり、私たちはその未来を共に見届けることができるのです。